はい、皆さんこんにちは。困った東京の百姓番組になってまいりました。はい、でね、今回本当に史的に困った話をしたい。本当に困った。もうね、今回メキシコ行きの飛行機の問題とね、それだけじゃないんだよ。もうちょっとね、これが重要だ。ホットメールがアウトロックになって使い物にならなかった。これはほら、みゆちゃんのパソコンは更新してないからずっと使えてるんでしょ。でね、一般のパソコンはそうじゃない、勝手に更新されちゃってて、もうね、ホットメールってもの自体がない。なんで私見れてるんだから、ホットそのままでいつもよじゃないと、すっごい困るからね。で、そういうことで、まあちょっとね、この話もね、すごくしたいんだ。で、なんとかならないこと調べたけど、無理ですよ、だってもうないんだから。ねえ、本当にね、この辺はね、ちょっとね、マイクロソフトも Mac もみんなね、嫌なんで、ムカつくな。 YouTube の問題も伝えたいんだね。はい、行きましょう。それでは困った時の100等がある意味サイバーテロみたいなもんだね。いやー、だからね、何があってね、ホットメールの今昔のね、画面でフラッグってのいっぱいつけたのよ。だから大事なものだけ、うんうん、ね。そしたら突然ね、更新した時にホットメールが受信できなくなっちゃって、アウトルックってものになっちゃってるわけだ、うんね。で、アウトルックってもともとからずっとあるね、あれなんだけど、うん、ホットメール自体が消滅しちゃったので、ずいぶん前からそう言われてたんだけど、本当消滅しちゃったわけだよ。え、なんで私見れてるの？だからまだそのアプリソフト自体は更新されてないから、簡単に言えばそれ。更新してないと見れる。いや、だからそのね、プロセス分かんないよ。だけど俺のパソコンでは更新されちゃってて、これはね、なんとも言えないの。マジキャスの回避みたいなもんで、うん、それでね、まあ、とにもかくにもそうなった状態で一番困ったってのはね、うん、これがね、今来てることで、うん、飛行機のさ、情報、乗った乗らないとか、買った買わないの情報、うん、これがね、検索できないんだよ。困るね。そうでね、ホットメール側はね、どういうふうに言ってるかって言ったら、結論から言っちゃうとね、ホットメール側っていうのはもうホットメールないんです。だからどうしようもないです。アウトロックに移行してくださいと。で、アウトロックを見ようとすると、俺が使っている Google ブラウザーだと意地悪される、うん、インターネットエクスプローラーにしか対応してないってことだよ ね、うん、ね。それでインターネットエクスプローラーも最近はソフトって感覚じゃなくてアプリっていう感覚だから、アプリでやってくれと。で、しょうがないからそれやったよ、ね。そしたらそのアプリでやった時に、昔のそういう記録っていうのが全部引っ張り出せないの、ある一定以上昔のやつは。だから俺が昔つけてセコ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 とかさ、フラッグつけたやつはなかったことにされちゃった。これやばいでしょ。だから本当に昔の記録のやつをさ、どうやって引っ張り出すかっていうのが今一番大変で、まあね、どれほど苦労してるかってこと。メール生きていれば全然苦労がない問題だったんだよね。でね、これはいろんなところにもね、聞いたりとかサポートも全部やったんだけど、うん、無理ですってのが答えなの、うん、修復もできません、何にも対応できませんと、一からやってください。これありえる？なんでそんなサービスあるんだろうね。で、その、ね、一番そんな大変な時に、だからホットメールがなくなっちゃったからしょうがないんだけど、うん、亡くなった時に結局さ、今度は旅行のね、飛行機のチケットはメキシコ便の話なんだよ。で、ただでさメキシコ便ってさ、うん、俺たちすげえ困るじゃん毎回。で、前回の時はたまたまいろいろサイクロン Z のミスもあるんだけど、融通性がないから乗せてくれないって、みんな。で、どさくさ紛れて天川さんは乗れたんだけど、衣装を持ってる人間とかさ、全部乗れなくなってた。荷物がスイッチされちゃったんだね。そうなんだよね。だからね、こっちの手の内できないで、まあね、乗せられないと。それと同じ、今度は買ったチケットがさ、無効になっちゃってるんだよ。ね、そう、旅行者がなくなっちゃって。で、これはいろんな理由があるんだけど、行きだけは残ってるみたいな。で、帰りの飛行機の便というのはたまたまね、なんだっけ、柳田正宏の RO の、O が抜けてて、柳田正宏だったんだよ。それいろいろあってさ、まあ難しいんだけど。なんでミススペルするのかわかんない、ね。ごめんなさい、それしたのは俺なんだよ。だからね、だから半分は残ったんだけど、まあね、まあそういういろんなことがあった。それで、それをね、まあいいやと思って、他で撮り直したんだよね。で、撮り直した時にいっぱいあって、ダブルで撮っちゃったりいろいろあったんだけど、その後に、飛行機の便が変わりましたって勝手に来るんだよね。あったね。そう、だから新しいスケジュールチェックしてくださいって。その次が大変なんだよね、うん、要するに問題がなければメールをくださいと、問題があれば電話くださいって言うんだよね、うん、で電話したら、うわ、あんたの英語わかんねえとかさ、みゆちゃんがさ、その苦労されたぶち切れたね。なんかさ、そうそう、俺の英語の方が正しいんだとか、もうなんかコンペティションメキシコ人と日本人の戦いでコンペティションしてどうすんだよ。そうそう、だってサービス業でさ、カスタマーだよ、うん、そう、あんたサービス業でしょみたいなね。そう、それがね、本当に困って現在進行形で、俺具合悪くなっちゃってさ、もう、うん、要するにさ、もう調べるのはいいんだけど、ホットメールはそういう状況じゃん。だからとりあえずはね、最近だったら全部 G メールに転送してんの、うん、だけど余計な仕事増えると思わない？それだけで、まあね、うん、てかさ、パソコンのあれ自体がさ、すごく不便だね、うん、
うん、実はね。だからね、パソコン本当不便なんだよ。だからネットにつながると更新されちゃうから、うん、完全にネットにつながない。前のまんまにしといてくれればいいのに、うん、だから本当ターミネーターみたいなさ、パソコンが必要だなと俺思ったね。なんか変にアップデートされちゃうから、そっからおかしくなるんだよね、うん、あとだからさ、まあ、一番怖いのはアウトロックとかさ、ね、Google が参入した時に Google 一番まともなんだけど、うん、アウトロックで見れない、それでもって Mac でもなくてどうすりゃいいのってことでしょ、ね、うん、だってさ、勝手な更新 Without Permission でさ、もう勝手に許可もしてない、うん、勝手に更新されちゃってさ、何それって、ね、でもよく調べてみると、なんか勝手にさ、あのアグリーとかいうところをさ、押さされてるんだよ、俺たちは。次に進むためにはさ、了解しましたってアグリーのボタンを押さないと進まないから、 あれ必ず押されてるところにそういうこと書かれてる。私なんかそういうの出たっけ、終了とか言って、罰とか終了でいつも、うん、だから更新しないからいいんだよね。だから本当にでも更新しないとしないなりに、ある一定の時からさ、意地悪がされてパソコンがね、動きづらくなるの。 あったそういう時あったでしょ、あれも困るよね、うんうん、すっごい遅くなって、でもなんかなった時はよくわかんないから、うん、OK とかしちゃうとなんかされちゃうから、なんかアップデートされるの嫌だから、いつも終了とか罰とかをして、強制終了してさ、電源切って、でもね、それもね、ちゃんと設定しかないとね、うん、勝手にね、更新されちゃうから、更新をされないでほしいね、うん、本当に。だからあれは悪くなってくるんだから、更新するとダウングレードだもんね。そう、本当全然アップしてない。いやーもうね、俺これ困っちゃって、体の具合まで悪くなっちゃってさ、もう本当それが原因だったんだね、うん、すごい頭使った。答えがないんだよ、うん、結局見れないから、うん、だから飛行機のチケットなんかもさ、もうあとさ、もう本当に十何日でしょ、うん、それで出発になるわけだから急がなきゃいけないんだけど、それ以外にもいっぱいあるんだよ、シャトルバスの話とかさ、そういう問題も起きてるし、もうなんていうのかな、そのなんていうの、登録っていうのはもうアメリカはすごく困った状況が多いからね、うん、まあ大変だな。それ以外の仕事があるんだ、日常生活の、うん、ね、周りはね、やっぱりハロウィンで騒いでるかもしれないし、日本も大変なことがあるかもしれないけど、こっちはこっちで死活問題だぜ、メキシコに12人連れてくんだから一緒に、うん、まあね、他にもまだまだいろいろね、問題点あるんだけど、とにかくそのアウトロックの問題だけはみんなね、知ってる人がいたらお願いしたいんだ、本当に。昔のアウトロックじゃなくて、今あ昔のホットメールで使いたいので、ホットメールのデータをそのまま活かしたいんだけど、もう消えちゃってんだよね、あれね。だからどうしようもないでしょ、うん、私まだ使えてんだけどね。だからそれは大事にした方がいいって、本当に、うん、だからあの昔のデータで大事なやつとかそういうのはさ、ちゃんと別枠に取っておいて、うん、やっとかないと消されちゃうよ。俺消されちゃったんだから、うん、でアクセスしようと思ったら、それ以上古い記憶がダウンロードできません、うん、要するにだってアウトルックだから。俺はホットメール使ってたから、あなたずっとホットメールだから、うん、苦労するぞ、うんうん、まあね、だからいろんなことでそういうネットの世界ってさ、例えば YouTube もそうなんだけど、もう YouTube とか Facebook とかさ、何かやると必ずさ、もうマークさつけられてさ、閉じられたりとかしちゃうじゃん、必ずいろんなもの、うん、だから Yahoo が参入するとか楽しみしてるんだけど、動画に、うんうん、だから僕らはさ、言いたいことを言おうとしても、今は言論統制が激しくて、日本は中国と同じで、中国とか韓国のことをとっとと言っちゃいけないと、うんうん、そういうのだんだんなってきて、すごかったの、ちょっと一つ言ったんだけど、これは今日の手段とは違うんだけどね、あの朝鮮っていうことを使っちゃいけないって変なのってさ、なんでいけないのか分かんないけど、なんでいけないんだろうね。で、あのネットでね、 Facebook で書いたのは、朝鮮する人参、人参の絵を描くんだ、本当のあるじゃん、 あれをね使って、挑戦する、あの人参挑戦するって言うんで、挑戦人参とかやつ、賢かったね、あれもね。だからさ、俺たちがさ、どんなことを言ったって、世の中がね、世論調査、いやいや世論操作しようとしたってね、なんだって嫌なものは嫌なんだよ、どんなこと言ったってさ、だから日本でさ、スパイに緩いよね、うん、緩すぎるね、もっとやんないとさ、うん、ね、日本のね、スパイの僕のお友達の皆さんもね、そう分かってほしいんだ、俺友達としてみんなね、スパイでも友達だけど、うん、これ以上触れないでほしいなっていうのが正直な感じですね、うん、まあ、あの次回のね、別の時にね、今度は他の方ので触れたいんだけど、日本って本当緩いの、うん、本当だよね。だからホットメールとかそういうのはさ、ビジネスに関わることだから、今あの Gmail にね変えてるんだけど、あとなんだかな、エキサイトメールもなくなっちゃってるし、だから有料な E メールを1個作んなきゃいけないのかなと。でもね、なくなるメール多すぎるから、メーラーが、うん、これなんとかしてほしいなと。無料じゃなくてもいいから、ちゃんとね、しっかりとずっとね、永久保証つけれるものが欲しい、10年以上の。じゃなかったら、10年以上続かなかったら、あのお金返してくれるとかさ、なんか作んないと、仕事使えないよ。もうホットメールって、ね、ウェブメールですごくね、使いやすいんでね、よかったんだけどね。本当だね。うん、もう本当困ります。使ってるけど、アウトロック最悪です、正直言って。もうとにかく表示しないっていうのは Google だと、新しいのが表示できません。どういうこと？ Google には嫌がらせしますよ。さあ、そんなことで本当に困ったって気持ち分かってくれましたか、皆さん。アドバイスあったら教えてください。多分無理だと思うけどね。じゃあ皆さん。
さようなら。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。